元キンプリキシユータの脱退後初仕事が判明、鉄腕、ダッシュ。は今週の卒業を浮上。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングピンスを22日で脱退したキシユータの最初の仕事は、レギュラー出演のフジテレビ系。 vs 魂グラデーション、木曜午後7時の収録であることが判明した。また、同番組ともう一本のレギュラーの日本テレビ系、ザ、鉄腕、ダッシュ。日曜午後7時、白月の退場と同時に卒業する可能性が浮上している。騎士はキンプリメンバーとして最後の日だった22日、会員制サイトで改めてグループ脱退を報告した。 その上で、僕は引き続き9月30日までジャニーズ事務所に所属させていただきます、と発表。それまで自分のできることを全力でやり遂げるので皆さん見ていてください。と呼びかけた。現在のレギュラーは藤井系、VS、魂、日テレ系、ダッシュ、の2本。グループ脱退後、元キンプリメンバー。 として望む最初の仕事は、VS 魂の収録であることが、富士関係者への取材で分かった。岸さんは23日に都内で行われる収録に参加します富士関係者。23日の収録には、番組レギュラーの、嵐、相馬正樹、40、や、セクシーゾーン、佐藤勝都26、らも参加。 騎士は特に佐藤とプライベートで親交があり、ファンの間ではそれぞれの頭文字を取って優勝コンビと呼ばれる。脱退後も番組内での二人の掛け合いは見られることになった。金プリでは平野しと神宮寺優太たが22日でグループを脱退、ジャニーズを退場した。レギュラー番組は持っていない。騎士の退場が9月末となったのは、 主演映画、G メン、8月25日公開のプロモーションを控えるためだ。騎士は退場と同時に、VS、魂、ダッシュ、お9月いっぱいで卒業する可能性が浮上している。テレビ局関係者の話。9月末はテレビ各局の改編時期で番組が終了したり、レギュラー出演者が変更されたりします。 岸さんは9月30日の退場日に合わせ、2本の番組を卒業するのではと言われています。本人の考えもポイントになる。騎士は昨年11月、脱退退場を表明した際、ファンクラブの動画で海外進出の夢を口にしドラマや舞台、バラエティなどに出させていただきながら海外で通用するスキルを身につけることを同時にやる器用さは自分にはないと語っているアーテイル。 日本の番組を卒業した上で、夢の実現に注力していくのでは、というわけだ。キンプリもと、リーダーの今後に注目が集まる。東スポウェブ。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。